孔子方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる秘伝の技こそ人呼んで憤怒の舞、いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より民これを慕えども、孔は志村の勢いを妬めり、事業を取り戻さんとて孔は志村に謀反して、あまたの武者が相発る。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒される。なれど堺の助くれば志村乱を鎮め、時より孔を滅ぼせり。松子の意地で時より孔苔の下よりよみがえり、志村を討たんとキス。未だ元槍川の社には時より孔への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死、時より孔の怨霊は憤怒の舞にて受けたもう。